迷惑でなければこのカードをデッキに加えてやってくれ。あ、マジックカード。アスカとの思い出のカードなんだ。行くぞアスカ、マジックカード思い出のブランコを発動。ああ、お兄ちゃんまたそのカード？攻略できるかなアスカ。頑張る。だって私そのマジックカード大好きだもん。ああ、また負けちゃった。でもよく頑張ったなアスカ。本当？ああ、お前はどんどん強くなっているよ。わーい。ねえお兄ちゃん、いつか私もそのマジックカードを攻略することができるかな。できるさ。よし、もっともっと頑張ろうっと。ああ、頑張れ。うん。このカードを見ればアスカもきっと二人で切磋琢磨した幼い日のことを思い出してくれるに違いない。その思い必ずアスカに届けるぜ。頼む。話は聞かせてもらった。万丈目サンダー、そういうことならこの俺も協力させてもらう。協力って、お前何勝手なこと言ってるぞ。そうっす、アスカさんを光の結社に引きずり込んだ張本人が何を言ってるんすか。何を言う、この万丈目純が天井院君にそんな真似するわけがなかろう。本当に何にも覚えてないのか。何が